はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、これ今原野の、実はこれ台服になるのかな、来ております。まあ原野がね、まあ、進捗というか新しく新キャラで出てきたということで原野を使うんですけど、今回現在進捗初期です。はい、完全初期でござる。一応ちょっと最初にあれか、日輪刀だけで水の音にはなっておこうか。はい、でなっていくんですけど、今回、お月だ、いいな今回はですね、まあ、先日というか、まあ、オルカ様が、まあ、動画内で言っていたので、あ、これはじゃあ、言っていいんだなということで、ちょっと今回、それを企画にさせていただいたんですけど、現在ですね、バージョン、36、まあ、原野のバージョンですね、になってからですね、まあ、バグによって、呼吸が無限に出てしまうという、まあ、バグが発生してるんですよ。まあ、でも、あんまり、これはちょっと言わない方がいいかなと思って黙ってたんですけど、まあ、オルカ様が、まあ、動画内で言ったということで、まあ、僕も、まあ、触れていいのかなということで、今回、ですね、この、まあ、無限にできてしまう、まあ、呼吸をね、右クリックで呼吸打つじゃないですか。で、打った後しばらくクールタイムが普通はあると思うんですよ。まあ、柱になったらそんなにクールタイムはいらないと思うんですけど、水の音の状態でもすぐに呼吸が打ててしまうという状態になっているので、今回はそれを逆に、この最強の、もう本当に最強の鬼殺隊ですよ。呼吸が無限に使える。鬼殺隊で、それだったら無残討伐、簡単にできるんじゃないかということで、今回やってみたいと思います。で、まあ、かなりこれ簡単になってるんですけど、日輪刀ですね。はい。で、一応当たりが寄り一、そして炭治郎。この二つ。寄り一化するには必ず必須アイテム。しかし、煉獄さんも強いんですよ。炎子が、ガンガン打てる。ということで、当たりがまあ、三つ。あと黒脂肪かなっていう感じですね。はい、ということで、でも個人的にはうずいさんのね、呼吸が新しくなったのでそれも使いたいから、この5つのうち、まあ2本出すので、まあ1本でも当たればいいかな。ではいきます。はい、ほい、ワッツ、オッケー、イエス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 。はい、こういう感じで呼吸がね、まあこれ今クリエイティブだから分かりづらいと思うんですけど、もう本当にガンガン打てます。で、次いきます。もう1個、より一化はできんか。より一化なしということで、まあ、最悪炭治郎から奪うまあでもいいよ、姫島さん使ってみたかったんだ。おいら姫島さんを使いたかったんだよ。うん、玩具の肌へ、これもうガンガン使ってこう。これもうガンガン使ってきます。はい、ということで、じゃあまずサバイバルモードにします。で、ほら見えます、皆さん、これ今見ました、これ、これ、やばくない、ずーっと俺のターンよ。これさ、変形させずにこれの方がいいんじゃないかな。これ。これ無限の状態、ずっとこれ無限でやった方がいいのかな。これね、変形すると、あーでもこっちの方が強いのかな、火力は。あーこっちの方が強いな、これ。うん、これにしよう。これずっと、あーでもこれはちょっと逆にダメな気がする。あ、これだな、あ、これだ、やべえ、やべえ、無限に使えるってやべえ。では時間を夜にいたします。水の音ぞ。まずはちょっと姫島さん使っていこうか。いや、これいけるんじゃない、ムーさん。で、無限よ、無限呼吸よ、史上最強だよこれ。本当にこれ今まで結構最強最強って言ってたけど、これこそ最強の鬼殺隊でしょ。だって無限なんだもん、無限に呼吸使えるんだ、無敵だもん。見ててください、皆さん。いきますよ。さあ、ショータイムの始まりでーす。素晴らしいでーす。ああ、私は無敵でーす。だから、下手したら呼吸を一切食らわないという、恐ろしいことになるということでござる。これ来たわ。まあ、まずはこれで柱になっていきたいんだよね。で、しかも、これ、黒脂肪のさ、日輪刀もゲットしてるからさ、余計に強いんじゃないか。ああ、待って、呪術回戦のモッド入ってる。ちょっと待って、やり直す、ちょっと待って、あ、消してくるわ、モッド。なんか呪術回戦のが入ってるよ。さあ、全員消えたはずだ申し訳ございません。よし、さあ、それでは改め、ちょっとまだ今、ワールドを生成されたばっかなので、ちょっと重いかもしれないんですけど、あ、待って、これ。桑島さんを助けろ、大丈夫か、無限呼吸強い、なんだこれ、マジで強い。
もしかして彼は私に恐れているのかな。どうしたのかね、どうしたのかね、さくしたまえよ。よし、ちょ、桑島さん、すいませんが、あれ、いなくなっちゃった。いたちょっと申し訳ないんだが、善逸な羽織を落としてくれないか。ちょっと玄野だと防御力プラス10なんだ。いって、何、あなた反撃するようになったんだ。わ、好奇心坊様だ、逃げろ。待て、怖い、待ってください。すいません、あなたの日輪刀を勝手に使ったことを謝ります。ちょっと待て、あそこにいたぞ。まずはまあ進捗をいっぱい上げて、これ本当に柱になればさ、上限は多分余裕だよね。上限は余裕だし、国志望のやっぱり日輪刀が強いな。姫島さんのだとね、ちょっとノックバックしてしまうっていうのがあるからあれなんだけど、まあでもちょっとなるべく姫島さん最初使おう。多分後半国志望しか使わなくなると思う、この感じは。おそらく、いやでも玄野だ、玄野かっこいい、玄野、いやー、 M だ、M だ、 M くんだ、今 M くんがいたぞ、危ない、怖え、いないか、大丈夫ね、行くぞ、もう一回、セイ、おら、無限月の呼吸、無限月の呼吸、痛いか、大丈夫、痛くない、痛いけど痛くない、よーし、進捗あがあが、よーし、いいぞー、ここで、よし、進捗を一気に上げていこう、これは一気に上げていけれる。でもちょっとね、鬼の生成率が悪いから、ちょっと移動しようか。もう全部呼吸跳ね返すもん。もう血気術全部カキーンって跳ね返すからさ、効かないのよ、申し訳ないんだが。すまねえな。あははは、気持ちいい。やった。OK, thank you. Thank you. もうこれやばいよ。本当に、もう過去最強。もうこれはね、むしろ無惨様を倒せないとおかしいレベル。いやでも、より一化してないのがちょっと不安だけどね。柱になればさすがにこれは無惨様勝てるんじゃないの？ちょっとこれ、ちょっとバグっちゃってるね。うん。だってずーっと呼吸打つってことは、ずーっと呼吸操作できるってことなんですよ。ということは皆さんどういうことでしょうか？そうです。負けないんです。実質的に。まあ、でもあれか、無惨様の衝撃波か。あの衝撃波をなんとか防ぐ方法を、だから、血気術、血飲んでいいのかな、なしだよな。勝てるんじゃない ?M 勝てるよ、多分。M 大丈夫。M 勝てる。M ちょ、戦おうぜ。俺とバトルしようぜ。いやー、大丈夫。効かないんだよ。悪いがね。そうなんだよ。この、何この進捗でも M に勝てるんだよ。やばくない？本当に。倒せ。これで倒しきれ。ほら来いよ、かかってくるのだ、ほらよーし、やーばい、まだ進捗これなのに。赤ちゃん、ちょっと待って、やばい、ちょっと倒したい、ほら、よし、OKOKOK、 もう一回 M 行くわ。 M もう一度勝負だ、 M くんもう一度勝負だよ、私と進捗を上げさせてくれた前よ。おー、すげー、同じ技ばっかり、ちょっと申し訳ないから、ちょっと片割れ好き言うと。ほらほら、片割れ好きだよ。どうだね、どんな気持ちかね、今は。今どんな気持ちかね。あ、じゃあ、これいこう。ちょうだよ。これじゃなくて、これ。ほら。あ、でもあんまり遠くなりすぎると倒した判定にならないから、ある程度近づいてから、倒すと。あれー、遠すぎた。マジか。これすぐ柱いけるわ。あ、やばい鬼だ。待って、これ、柱レベルの鬼来ちゃった。やばい。いや、でも、しかしよ、この柱レベルの鬼も、倒しちゃった。やばい、強すぎる、楽しいよ、ドラえもん、みんな楽しいぞ、この無限呼吸楽しい。見てる人は分かんない、つまんないかもしんないけど、僕は今まで鬼に散々やられてきたからすごい楽しいよ。
待って、進捗がもう、もうここまで来てるよ。早く上限と戦いて。これ今でもこれ上限勝てるんじゃないかな。ヘルモードじゃないから。で、ちなみにハードモードです。はい。ハードですね。難易度はハードです。オッケー。いや、 やっぱり三人称視点のさ、姫島さんのかっこいいね。うん。玩具の肌絵に関しては、くそ、原野か、今びっくりした。この、玩具の肌絵、やっぱりさ、その、斧とかさ、これがなんか、回る感じが見えるから、やっぱり三人称視点でやった方が楽しいわ。まあ、一番もちろんね、動画的に見やすいのは一人称だから、あんまり、とか、あと、何より、敵がどこにいるかすぐパッてわかるのは一人称だから、一人称で基本的にやっていく。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、今、玉子気づかれたでしょ。よかったー、玉子が、全然なんか、優しい子、いるね。やろうか。大丈夫。勝てる。これは勝てると思う。いきます。え、待て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 、そぶそぶ、待て。これになってるね。オッケーオッケー。いきます。いくぞー。あー、やばい、カマノエもいる、カマノエもいる、カマノエもいるが、キルするな。いけ、連続、連続呼吸、月の呼吸、近づけの、近づけないでござろう。残念ながらな。近づいたとて、残念、おら、強い、強すぎる。なんだこの強さ。なんで生きてる、なんで生きてる、危ねえ危ねえ、なんで生きてんのこんなに。え、ずっと生きてたよね、今体力十何ぐらいで。いや待って、強すぎない。カマノエくん、どこにいるというのかね。いなくなっちゃった。まあでもヘルモードじゃないとは言っても、それでもこれ、ロクロもいるではないか。彼、私はロクロクによくやられている。だからぜひロクロクを倒したい。私は彼に結構なる恨みを持っている。何度私は彼によって企画を潰されたことかわからないのだよ。さあ、勝負だ、ロクロク。確かに君の血気術は強い。しかし、私は無限に血気術が使えるということをお忘れか？あれ？どこ行った？消えた？消えた？ロクロク？ロクロくん？あれ？ロクロくん？消えた。あれか、やられたけど、ちょっとある程度の距離があったから、今みたいにさ、これ今鬼討伐ってならなかったじゃないですか。一定の、あれかな、距離空いちゃったから、ノックバックで。討伐したってならなかったのかもしれないね。と思うと、ロクロあんな瞬殺できるという、恐ろしい。恐ろしい！やばい、これ次回。トライアングル、シス、じゃない。上限倒す。はい、絶対倒します。あ、まだか。よーし。次回そうですね。あ、もう柱、じゃあ柱になっちゃおう。柱になって今日終わりましょう。OK。さあ、そして最後に、鬼を一人倒せば、私が倒す！よーし！倒せなかったけど柱です。じゃあ次回、とりあえずあざものに次回なる状態から始めて、次回はこの無限の呼吸で上限倒して、てか無惨様、次回は絶対倒します。それまで多分近々投稿すると思いますので、ぜひ見てください。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。